にちは。のんびり先生の、YouTube へようこそ。今日はもう本当に遅くなってごめんなさい。やっと、そのクイズを作る時間が来たので、今日はクイズの作り方を、皆さんとシェアしたいなと思います。このクイズなんですけど、オンラインのクイズでは、カフート、.com というものと、このクイズっていうものを使う先生が多いんですが、何が違うかっていうと、カフートっていうクイズは、先生のペースで、じゃあ、ここで打ち切りますとか、その一つ一つのクイズの、どれぐらいの間、生徒に考えさせる時間を与えるのかっていうのが、先生に、なんて言うんですかね。先生が決められるっていうのがカフートで、このクイズズっていうのは生徒によっては やはり早く終わる生徒や結構時間がかかる生徒とかいると思うんですけど、生徒のペースで、早くできる生徒はどんどん違うクイズの問題に進んでいって、結構時間がかかる生徒にはそれだけ生徒にゆっくり自分のペースでクイズを解く時間を与えられるという生徒たち自身がもっとどのぐらいこのクイズに時間をかけるかっていうのが選べるというサイトです。そうですね。あと結構コンペティション、結構相手と生徒たち自身でこう、早くやったり遅くやったりとかそういうのをお互い競えるウェブサイトになっていますので、クラスの中で、トップ3だけエクストラクレジットをあげるとか、そういうのができるので、すごく生徒たちがあいつに負けないぞとか、この子は私の今、目の前に戦ってるとか、そういうふうな感じで躍動感って言いますか、こう、お互い、競い合うのがすごく、生徒たちは喜んでやっています。では、じゃあどうやってそのクイズを作るのか、やっていきましょう。まず、はじめに、Google アカウントで、このクイズのところで、ログインのところ、作っていただいて、普通に自分の Google アカウントのメールがあれば、結構簡単に、自分のアカウントを作れるので、おすすめです。Gmail さえあれば、このクイズで、自分のアカウントを作ることができます。そして、この Create っていう、作るっていうところがあると思うので、このプラスサインの Create を押しますと。そうすると、どうなるかというと、あれ？名前。クイズの名前をまず最初に、選びます。例えば、私だったら動詞のマッチングやろうかなと思って、動詞のマッチング、J1 とかつけましょうかね。で、どんな感じの、どのカテゴリーに入るのか。私は数学と、日本語を教えているので、まあ、World Literature にしておきますと。そして、次を押します。そうすると、Multiple Choice、Checkbox、Fill in the Blank、Poll、なんていうんですかね、生徒からの、情報得たりとか、Open-ended、Sentence、文章を書く、クイズなど、いろんなタイプのクイズが作れるようになってます。新しく、変わって、ついこの間。私がクイズでよく使ってるのは、Multiple Choice。マッチングとか、この4つの中で選ぶ選択のクイズを作ることが多いです。なので、Multiple Choice でクリックします。そうすると、この右側のところに、どんな風に生徒の携帯に映し出されるのかが見えて、この左側のところに、どんな質問を、ここに質問を書いて、そのモートポーチョイスなので、どのチョイス、引っ掛け問題じゃないですけど、正しい答えと間違っているものとかをいろいろ入れていきます。じゃちょっとやっていきましょうか。まず、例えばですね、美味しい、カレーを、例えばオプションとしては、食べますとか、飲みますとか、書きます、遊びますとかってやって、この中で正しいのは食べます。なので、これでセーブします。じゃあ、もっ
と、言葉を足すにはどうしたらいいのか。この中で、またクイズの、チョイスをいろいろ変えることができます。例えば、multiple choice とか、チェックマークのボックスとか、オープンエンデーで文章書かせたりとか、情報生徒からこう引き出すのとか、いろいろあります。また multiple choice を作ろうと思います、私は。なので、例えば、何がいいかな、かわいい、ドレスを食べました。書きました。買いました。遊びました。そして、そうすると、この可愛いドレスを、で、どれが合ってるかなっていうのを、生徒たちがクリックします。という感じで、どん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 クイズを作っていきます。で、例えば、じゃあ、これで終わります。done。この終わりっていうのが、ここに出てくるので、それで、これをクリックすると終わりになります。で、例えば、写真とか、そのクイズの最初に出てくるものを出したかったら、ここに出すこともできますし、言葉は何の言葉でできているのかっていうのを入れる場所なので、ジャパニーズにして、まあ、だいたい9年生、私教えてることが多いので、9年生から12年生とかにしておきます。皆さんに、この、公共、パブリックにするとか、プライベートにする、他の人に見られたくなければ、これをプライベート設定にしてください。その設定が全部終わったら、セーブを押します。そうすると、こういう形で、クイズが完成します。まあ、今のところ私2つ、2問しか入れてないんですけど、それで、この Play Live Assign Homework and Practice っていうのがあります。これは練習なので、練習どういう風に見えるのかっていうのを確認したかったら、Practice、練習で、こう遊ぶっていう形にすることもできます。フラッシュカードにするとか、Challenge Friends、お友達とやってみるとか、Play Quiz とか。一人でやってる時とか、もう一度確認したい時とかに、これをやるのはいいかもしれないですね。自分で確認して、どういうのをやるかとか、かわいいドレスを買いました。で、次が、こういう、ああいう感じで、どういうふうに、他の生徒たちと、やった時に何位になるかとか。これが生徒が見れる、スクリーンになりますね。携帯の中で。play again とか、どういう質問があったかとか。こういうのが見ることができます。今の感じがとっても、どういうふうに生徒から見えるのかっていうのが見やすかったと思うんですけど、先生側から見たら、play live とかにすると、この continue っていうのをやるんですよね。そうすると、この番号が出てくるので、生徒はこのリンクを自分の携帯に入れて、この番号をやると、さっきのプレイゲームのスクリーンになります。で、そうすると、生徒たちの名前がどんどんここに、上がってくるので、スタートを押せば、普通にクイズができます。あとはですね、テストにするとか、ログイン、生徒たちの Google、Gmail で、ログインさせて成績を入れるためにやるとか、私は大体クラシックしかやらないんですけど、結構ワームアップ、復習みたいな形でやることが多いので、クラシックをやることが多いです。あとはチームとか、student answer at their own pace, but scores are grouped by team. 例えばいろんなグループがあって、グループごとに点数を競ったりとか、そういうこともできます。で、何人そのグループに入れるかとか、そういうオプションもあるので、shuffle answer、このクイズを混ぜたりとか、redemption もう一回allow students to re-attempt a few incorrect questions 間違った質問を何回か練習させるとかそういうのもいいですよね。こういう風な形でいろいろなセッティングがあるのでそれをいろいろ試してみるのもすごくいいと思います。このクラシックの、オプションとしては。何回でもできるとか、生徒たち2回しかできないとか、そういうのもアテンプトとかできますし、クイズでしか名前を使えないとか、only use fun quizzes generated names。
自分たちでも生徒に名前を作らせないとかっていうのもできます。もう生徒の中にはやっぱり小学生とかでこれをやろうとしたら変な名前とか考えてきちゃう生徒がいると思うので、それをなくすためにもうログインした時に生徒たちに名前を与えるとか、そういうセッティングもありますね。それもすごくいいと思います。Show answers in game。 ゲームの中で、答えをすぐに教えてあげるとか、クイズが終わった後に、どんな答えだったっていうのを教えてあげるとか。Students get bonus points on other fun abilities。面白いボーナスゲームのとかいろいろあるみたいですね。Show leaderboard とか shuffle questions。やっぱり生徒によってクイズの何が出てくるかっていうのをバラバラにした方がいいと思うので、shuffle questions とか shuffle answer options とか、こういうのはオンにしてる方が面白いんじゃないかなと思います。でもこういうふうにしたいっていうのがいろいろあれば、いろいろ試してみるのも面白いかもしれません。この memes っていうのが、クイズとクイズの間にちょっと考え、thinking time みたいなのがあるじゃないですか。考えとく時間みたいな。そういうのを、面白いものにいろいろしたりとか、する人は結構多いので、私はランダムなのにしてるんですけど、子供のためにやったりとか、アニメのやつ、いろいろあります。やってみてください。こんな感じで。今日のクイズのビデオは終わりにしたいと思います。何か質問などありましたら教えてください。それではまた。さようなら。